転職相談ならマジキャリ。今担当してくれてる転職エージェントが信用できない。どんな業界や職種に向いているかわからない。転職活動のちょっとしたその不安、そのままにすると一生後悔するかもしれません。今の転職活動に少しでも不安を感じたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。転職エージェントの言葉を鵜呑みにすると後悔することになるかもしれません。悪質エージェントに騙されないように、この動画で正しい情報を把握し、理想のキャリアをつかみに行きましょう。滑らないキャリアエージェントことアクシス代表の末永です。今回は転職エージェントの嘘について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。大転職時代と言われるほど転職が当たり前になってきており、転職者の数は年々増えていると言われています。動画を見ていただいている人の中でも、転職を視野に入れてキャリアプランを考えていたり、転職エージェントの利用を検討されている方はいらっしゃるのではないでしょうか。人生がかかっている企業選びなので、転職のプロに相談をしたい、サポートしてもらいたいと思う方も多いと思いますが、エージェントの嘘を知らないと転職後に、こんなはずじゃなかったのにと後悔することになるかもしれません。また先にお伝えしておくと、今回の動画はエージェントのサービスを否定する意図はなく、実際弊社アクシスでも滑らないキャリアエージェントという個人を向いたエージェントサービスを運営しておりますし、私が懇意にしているほとんどのエージェント会社は候補者のことを考えている良いエージェントです。ただ利益重視の悪徳エージェントが存在することも事実なので、人生がかかっている転職で悪徳業者に騙されてほしくないという思いで、今回の動画を作成することにしました。本日はそんな転職エージェントの嘘5選についてお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていただき、あなたに合った企業に出会えるよう転職の参考にしていただければと思います。それでは早速ご紹介をしていきます。転職エージェントの嘘の一つ目は、未経験歓迎の求人は嘘です。求人に未経験歓迎と記載されていると、同じ職種を経験していなくても挑戦できるのではないかと感じてしまうかもしれませんが、未経験歓迎は完全に未経験者でも歓迎するというニュアンスではないことがあるので注意が必要です。企業側も採用目標を達成するために、求人の応募数を KPI として行動件数を追っている企業もあったりするので、本来よりも目線を下げて求人に記載をするケースも一定あります。また未経験者でも実際に挑戦できる求人も存在しますが、その場合であっても中途転職は他の候補者との比較で合否が出るため、誰でも歓迎しているわけではありません。なのでもしあなたが気になる求人で未経験歓迎と記載があっても、少し目線が高い前提で面接対策をしっかり行い、面接に臨んだ方が堅実に選考を進められるので、手を抜かず対策をしていきましょう。続いて転職エージェントの嘘5選の2つ目は、スカウトメールはオファーメールではないことがあるです。企業から転職者にアプローチをするダイレクトリクルーティングサービスやスカウトサービスが転職方法の一つになってきていますが、そこで送られてくるスカウトメールの中には、エージェントが集客のために、本来であれば内定が出ない企業の求人を釣り求人として送っている場合があるので、全てのスカウトメールが自分にとって可能性のある企業のオファーやスカウトではないことを把握しておきましょう。ただご自身のご経歴をスカウトサービスに細かく登録をしている転職者の場合は、エージェントが志望の業界や職種内容を確認し、対象企業への転職ができそうと判断し、スカウトを送付していることもあります。なので送られてきたスカウトメールに興味を持った場合は、転職面談の冒頭でどの業界や職種、年齢の支援を強みとしているのか、またそれが自分の目指したいキャリアとマッチしているのかを確認すると、ミスマッチが起こりづらい転職活動ができると思うので、スカウトを鵜呑みにして受動的に活動するのではなく、可能性を最大化できるよう主体的に動いてみてください。転職エージェントの嘘の3つ目は、キャリアアドバイザーの応募数を最大化した方がいいは嘘です。すでに転職面談をされた方の中には、担当アドバイザーからまずは数を応募することが大切ですと言われたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、これには注意をしましょう。確かに慎重に進めすぎて応募をしなさすぎると、どこにも内定を獲得できなかったり、
希望の求人が充足したりクローズしてしまうリスクがありますが、あなたの許容範囲を超えた求人数の応募は、自分に合った企業を見極める上で事前準備や企業研究が間に合わなく、建設的な転職活動にはならないので、もし数を応募しましょうと提案をされても、その流れで安易に求人に応募しないように注意をしましょう。また一度応募すると、多くの企業は少なくとも1年間は再エントリーができなくなるので、もし志望業界や企業の軸が定まってきたタイミングで無自覚に本来志望するべき企業がすでにお見送りになってしまっていたという状況になっては非常にもったいないです。なので、自分が把握しきれない過度な応募はしないということを忘れないようにしましょう。転職エージェントの嘘の4つ目は、おすすめエージェントランキングの嘘です。転職活動を始めるタイミングでおすすめのエージェントを調べる方は多いのではないでしょうか。特に初めての転職だと、どのエージェントを使った方がいいのかを自分で判断できなく、ネットで調べたくなりますよね。ただ記事で出てくるエージェントのおすすめランキングは、アフィリエイト単価が高いエージェントを載せているケースが多いので、ランキングを鵜呑みにしないように注意をしましょう。ただそれだと、どうやってエージェントを選べばいいかがわからないという人もいると思うので、おすすめのエージェント選びについてお伝えします。それは中小と大手のエージェントとを併用することです。大前提、ウェブのランキングに載っているエージェントは集客の手段として記事に載せているだけなので、悪徳エージェントというわけではありません。また大手だからいい、中小だからいいというわけではなく、それぞれに強みと弱みがあるので、自分に合ったエージェントを選ぶことが大事です。具体的にお伝えすると、大手エージェントは圧倒的な求人数が強みなので、中小エージェントだと紹介してもらえない求人に出会える可能性が高い利点がある一方で、中小エージェントは大手エージェントと比較してキャリアアドバイザーが支援する候補者の数が少ないので、面接対策などの手厚いサポートを受けやすい傾向があります。また中小の場合はエージェントによって得意な支援領域が違うことがありますので、面談で得意な支援先を確認をすると良いでしょう。このように大手と中小エージェントは強みと弱みが違うので、何社か面談してみて、それぞれのメリット、デメリットを理解した上で、あなたに合ったエージェントを見つけてくださいね。転職活動中のそこのあなた、志望業界、職種への合格率気になりませんか？概要欄の LINE に登録していただければ、LINE 限定の市場価値診断が受けられます。診断ツールを使えば、たった1分であなたの市場価値、志望先への合格率もわかります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。続いて転職エージェントの嘘の5つ目は、キャリアアドバイザーの全てがキャリアの知識がある人ではないです。転職で悩んでいる人やキャリアを相談したい方であれば、エージェントにキャリア相談をする人は多いのではないでしょうか。転職は人生を大きく左右するので、転職の知識がある人からアドバイスをもらいたくなりますよね。そこでご注意いただきたいのが、すべてのアドバイザーが転職やキャリアの知識があるとは限らないことです。もちろん経験が豊富で優秀なアドバイザーはいますが、アドバイザー歴が1ヶ月未満の人も、10年以上を経験している人も、同じくキャリアアドバイザーと名乗れてしまうので、キャリアアドバイザーというだけで全ての情報を鵜呑みにすることはやめましょう。私が実際過去にご支援をしていた中でも、アドバイザーから提案をもらったので、とりあえず面接に行っている、自分のキャリアにどうメリットがあるのかは分かっていないという方が非常に多くいらっしゃいました。アドバイザーが提案してくるので鵜呑みにしていい企業と判断するのではなく、自分の描くキャリアプランやライフプランの軸と照らし合わせた時にマッチしている求人かどうかが大切です。また短い面談だけだと、アドバイザーが的確にあなたのライフプランやキャリアプランを把握しきれないこともあるので、提案してもらった求人を脳死で求人応募するのではなく、自分のキャリアプランとどうマッチしているのかを必ず確認してから選考に進む企業を選ぶようにしましょう。いかがだったでしょうか。本日は転職エージェントの嘘についてお伝えさせていただきました。自分のチャンネルでこのような動画を作成しておきながらではありますが、今回の動画を見ていただいた方の中には、誰を信用すればわからない、どの情報を信用すればいいのかがわからないと不安に感じられた方もいらっしゃると思います。
今回の動画を通じお伝えしたかったことは、エージェントやキャリアアドバイザー、ネット情報から得た情報を鵜呑みに信用するのではなく、転職者であるあなた自身も自分の理想のキャリアを叶えるために適切な情報かをしっかり確認をする必要や責任がありますということです。堅実に転職活動を進めれば、あなたにマッチしている企業に出会いやすくなりますし、転職活動を有利に進めやすくなるはずなので、ご紹介したエージェントの嘘を参考にしつつ情報収集を行ってみてください。またエージェントよりもフラットな立ち位置で転職相談をしてもらいたい、転職のプロにキャリア相談をしてもらいたいが、求人企業と利害関係がない人に転職サポートをしてもらいたいという方は、弊社アクシスが提供するキャリアコーチングサービスマジキャリの初回限定の無料面談をご利用ください。求人紹介をせずに企業から紹介料金をいただかない運営をしており、自分の大切にしている価値観がわからないという自己分析の壁打ちから、理想の働き方を叶えるためには具体的にどんなキャリアステップを進めばいいかのキャリア相談、転職の面接対策まで、候補者それぞれの叶えたいキャリアを応援するべく、プロのキャリアコーチが全力でサポートアドバイスをしております。今なら初回限定ですが、60分無料でご相談を受け付けておりますので、概要欄の URL を覗いてみてください。一人一人丁寧な面談を行いたいため、無料の面談数には制限をかけさせていただいております。ご了承ください。お早めにお申し込みいただければと思います。またこの動画が良かったと思う方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えていただければ、今後の動画の参考にさせていただきます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。